パーチャマでございます。また禁断のアイコン確約 SBC に手を出してしまいました。というのも、昨日のなんかあの85プラス10人パックだっけで、この見てオブラクとかね、手足提言とかみんな出たのよ。そしたらさ、ってもしかしてそんなに選手買わないでいけるんちゃうかと思って、見てごらん、アリソンとかも全員入れちゃえばさ止めらんねんだよ俺助けてくれアイコン確約かエウゼビオの時の直尻がまだ止まってねんだやっちゃくなっちゃう。目標でな、ゲットした、いらねえやつも、こいつら無料で、コレートだからよ、全部ぶち込んでやんね。誰が当たるかな誰が当たるかなはあ、実際どんな感じなんだろうね。はあ、もう見てほら、88だよ、これで。もう、誰、いらないトレフカと、を全部ぶち込んだだけ。それでこんな感じになっちゃうんだから。やばいでしょ。あとはもうケミオキャインキャインするだけです。まあ、こっからはね、めんどくさいんで、飛ばしていきたいと思います。はい。ということで、まずはね、88はこんな感じだよ、ということでございます。まあ、結局ね、まあ、いらんか。うん。でも、さよならだけ言わせてください。さよならだけ言わせてほしいんで、87はこんな感じだよとか、それだけ見せてください。では、そこまで、VTR、パー！はい。ということで、ラーション。ラーションこれ言っちゃいましょう。まあ、この方々が87ということで本当にありがとうございます、はあ、これでね来るわけだから、ペレとかあと誰だ、誰かわかんないけどジダンとか来るわけだからね、これはあと86と85やるだけということ、はいはいはい、これで完成と、こんな感じになってます。アグエロちゃんとかね、 あとはまあメルテンスちゃん、バックちゃん、この辺かな。よく頑張ってくれて、スパサブで頑張ってくれた目標選手たち、ありがとう。あとは85だけですね。頑張ろう。この悲しみを乗り越えて邪魔頑張れ。はい、ということで、ガヤがね、足りませんでしたので、買います。ということで、できました。はい。次世代おじさんもさよならです。意外と結局、ガヤだけ買えば、なんとかなった。うん、キャインということで、これでやっていきましょう。ありがたや、ありがたやということで、ペースまたミッドアイコン、完成いたしました。こっからが勝負だと。見えたぎるかな感情。勝負だよ。もう、エウゼビオの、あの時のことを思い出したらもう、脳汁が止まんねえよ。よし、行きましょう。まずは、クソパックから引いていきよう。毒引き大事だからね。毒引き。毒を抜くガチャ引きということで、略して毒引き。ね。ここは負けたくないっていうパックの前に、いくつか、こう用意しといてね。いらないパックを。できれば雑魚パック。で、その雑魚パックで雑魚選手を引いて、もう損を しとくわけ。で、損のポイントを貯めて、最後ここでっていうところで、バーンぶち込んでいく。そこでしょってことで。お願いいたします。はい、ということでこんな感じですね。プレミアムゴールド選手パック。いきましょう！もう、引くわけない。何も出ないでほしい。選手も来ないでほしい。あれ、誰も来なかったねみたいな感じになってほしいけど、まあ、10レか。まあまあですね。まあまあ。だけどまあ、別に紙引きではないんでね。マイナスポイントでしょ、これは。ね。うん、これはマイナスポイント。この時期にね。この時期にこのマイナスポイントはキャインだということで。で、まあ、今めっちゃ強いじゃん。ムバッペとかも来てるし。で、こう、ね。なんで今日アイコンスワップしたかっていうのは、もちろんね、我慢できなかったっていうのもあるんだけど、ちょっとね、ガラッと変えたかったんですよ。ムバッペをね、入れたら結構ガラッと変えるかなと思って。そしたら、今のスカットこんなだよ、みたいな動画撮れるかなと思ったんだけど、意外とすんなり入っちゃって、誰も買えなかったんだっけな。なんかエデボーとムバッペの位置変えればいけたみたいな感じになっちゃって、ちょっとつまらんなみたいな、まあ、エデボーはね君八だけど、だからちょっとアイコン選手ねバチンぶち込んで、今もうこんな感じになっちゃって大変だみたいな、どうすれば君つながるんですかみたいな動画出したかったからさ、っつって、こんなに強い選手いっぱいいるけど君の強い選手はみたいな感じの動画を出したかったわけだから、ここでアイコンスワップを紙引きしなきゃいけないということで、さあラストスモールプライム、何え、何絶対、おお来た、順調に毒抜き毒引き成功でございます。ストラコシャはね、いや、いい選手ですよ。ただ、やっぱアイコンとかさ、まあ、イベントカードで今ね、イブラヒモビッチとか来てること考えたら、まあ、外れではあるよね。
いよいよその時が来ております。さあ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 ホマレ、さあ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 ホマレ、ベースまたはミッドアイコンパック、こちら。うるさいぞ携帯のくせ、今集中させてくれ。めちゃめちゃ集中してます。このパックがさ結構点滅してるじゃん。それとかもなんか関係あるかもね、なんて。微妙な点滅よ、微妙な点滅。それとかもなんか関係あるかもねとかで、ちょっとこのパックをね、あの横から見てみて厚みが違うなとか、うん、来ましたね。さあ、はっはっ、怖い怖い。アルゼンチン、あ、噛む、ちょっと、もう、ああ、いくら？イケルメ、聞いたことない、話題に上がったことないから怖いわ、調べるのが。気になる人はもう各自で調べといて。いや絶対弱いよね、絶対弱いよね。うん、だってリケルメのさカードの写真見て目合わせてこないもん、こっち分かってんだよ自分でも。うん、ドヤ顔でどうもこんにちは今日からよろしくお願いしますって目合わせられないから、なんかもう気づいたらいるやつだよね。あれなんか2、3日前から変なやついませんかみたいな、練習返事、今日も返事の時いましたよみたいな、え、なんか変なやついませんかみたいな、でも前から見ても全然目合わないんですよねみたいな感じよ。はあ、ちょっとスカッと入れてみましょうか。はあ、やっぱペレーとかやっぱね、そう考えるとこうエウゼビオってはかなりの幸運だったんだなっていうのを気づきましたね。今誰だっけ、俺が持ってんのはラーション、エウゼビオ、オーウェンじゃなくて、あ、オーウェン、オーウェン、あ、オーウェン違う、オーウェンはね、そう、違うやつだった。ザンブロッター、あと誰だ、誰だっけ、あと、そんぐらいと、あと、リケルメ、え、意外と勝ってんの俺。いや、食わしたのか、いや、オーウェンは食わしたな。意外と勝ってるもしかして。はい、今こんな感じですけどね。あ、カカカカカ。カカ、ザンブロッタ、エウゼビオ。あれ、勝ってる俺。アイコン、勝率はいいのか。リケルメ。ちょっと、多分他にもういないよね。あと、俺のチームに在籍してたのは、ラーションとオーウェンでしょ？ラーションだけか。ラーションと、まあ、リケルメが、みたいなこと。まあ、87。能力見てみましょうか。まあ、役割がね普通低いということで、基本的にはサッカーそんな好きじゃないですよね。攻守ともに高くない。でスキルムーブは5、逆足4ということで、まあそこはまあそんなにか。うん、ペース加速が65、ダッシュ71で、まあ足尾掃除さんの攻撃ポジションもそんな良くなくて、決定力79のシュート力86、ロングシュート86、まあロングシュートちょっとあるからみたいな、キック力もあるし。ただパスは視野が92、ショートパス89、ロングパス88ということで、まあパスはいいよという感じですね。でドリブルもまあまあですね。コントロールとかトラップとかうまいけど、まああの敏捷性、バランスがそんな高くないんで、コネコネ系でもないと。で冷静さ89、フィジカル71。本当にもう古臭いトップ下の形ですよね。オールドスタイルですよ。もう動かずにあのラモス、ルイとかそんな感じの、今そんなんじゃやっていけねえからね。もう全員走って全員守って攻めてみたいなじゃないとダメよ。もう古いこれは。で、華麗な身のこなし、プレーメーカー、アウトカーブ、プロとしてデビューを飾ったのは1996年、若干18歳の時、観客を魅了するプレーメーカーとして瞬く間に高い評価を得たリケルメは、キャリア初期の1期目ということでね、まあなんとなく僕もね、あのリケルメはキャリアの後期の方とは知ってますからね。でもそういう感じ、もうプレーメーカーって感じよね。まあ操りまくってみたいな、自分はそんな動き回ったりせずにみたいな感じのイメージです。足も遅いしフィジカルも弱い。ドリブルとパスさえ上手ければここまでいけたんだなっていうね。昔のサッカーってレベル低かったのかなってなっちゃうよ、リケルメこんなんだと。まあちょっと使ってみますけどね。まあ期待はしないでくださいということで。もしね、明日大勝利動画出たら、まあ、リケルメが強かったってことですから、お楽しみにということで。まあアイコンスタップやっぱトータルやんない方がいいんじゃないかなとか思いますけど、まあ今回みたいにね、あのイベント、ワイルドカードのトークン集めて引いたパックで、出た選手で、まあ、ほぼ手出しなしで引けるとかだったらやってもいいかなと思いました。はい、ということでありがとうございました。さようなら。悲しい。